何かご用ですか？よろしくお願いします。何かご用ですか？よろしくお願いします。我々にとってもここは安息の場です。このトーンギルドでは我々何かご用ですか？よろしくお願いします。何かご用ですか？よろしくお願いします。自分には輪を断ち切る力がある、そう信じていただけに、この有様は無念です。外気は固く攻撃が弾かれます。直視をどんどん切り落としてやりましょう。どんどん切り落としてやりましょう。外皮は固く攻撃が弾かれます。
ちらに注意を引かせます。私がよじ登って気を引いている間に。攻撃が弾かれます。特殊にとらわれないよう注意を。劣勢です。回復します。外皮は固く攻撃が弾かれます。触手利用できそうです。この魔法は止めないと危険です。奴の視線にもご注意。見つめられると危険です。やりました。ガードしてよ。力でやりましょう。これは宝でしょうか。何かあるようです。ランタンの油を切らさぬよう万全の準備を整えて進みましょう。
驚いたな。あんたここへは出入り自由なのか。俺も含めここに陥った奴は二度と元の世界には戻れないと思ってたが、まあいいさ、たまにはそんな変わり種も来るだろうよ。さてどうだ、見ていくか。死ぬなよ。リムの修復には対価が必要です。我々ポーンにとってもリムの存在は心強いものです。少しずつ私自身のことを思い出そうとしています。私もどうやらあなたと同じく竜に関わったもののようですね。使命を抱き、その童貞でここを訪れた、そのはずが何者かの思念が私を覆い、ここに縛りつけた。あなたに助けを求める私の言葉はその何者かが命じるもの。そこまではおぼろげにわかるのですが、私の最も古い記憶はこの桟橋で聞いた何者かの声です。その声は言いました。私にある人を助けてほしいと。それを聞いた直後、私はひどく混乱しました。その声がまるで自分自身のもののように感じたのです。あの人を救うためにあなたの各社の助力がいるのです。あの人を救うために、あの、お気をつけて。じゃあどうぞ。無理せず。あいよ。どうですか、頑張ったつもりですが。ここで休めそうですね。客室ですね。行商人がよく泊まるようです。何かご用ですか。よろしくお願いします。何かご用ですか。よろしくお願いします。